全国の麻雀ファンの皆様、こんにちは。本日はフォーカス M シーズン10第95回戦、96回戦の模様をお届けいたします。実況の田中タスクです。よろしくお願いいたします。そして本日は解説に岡崎亮太プロをお招きいたしました。岡崎プロ、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。フォーカス M は M リーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士と、この企画に賛同する特別参加の選手による真剣勝負のリーグ戦です。それでは早速本日出場する4名を紹介していきましょう。ビーストジャパネクスト所属、鈴木大輔、広柴田、宮内小杖、 EX 風林火山所属、勝又健二、以上の4名で本日行います。それでは94回戦までの成績表がこちらです。はい、第23位に6戦を終えてプラス 42.5 ポイントは宮内、そして第25位10戦を終えてプラス 30.3 ポイント勝又、そして第30位に6戦を終えてマイナス 10.7 ポイント広柴田、そして第32位に16戦を終えてマイナス 19.9 ポイントは鈴木大輔、以上となっております。それでは対局場の準備ができたようです。フォーカス M シーズン10第95回戦東杯の開始です。お願いします。ルールは一発ラドラ赤ドラありの M リーグルール、70分プラス1局の時間打ち切りで行われます。並びを紹介していきましょう。ちいちゃから鈴木大輔、続いてなんちゃに広柴田、シャチャに宮内小杖、そしてペイちゃんに勝又健二の並びで95回戦が行われます。改めて岡崎プロ、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。この1局ドラースーマン、こちら親の大輔で、はい、白が統一、そして柴田のところにはドラーがあります。かなり整っている。宮内はソーズが多めか、そして勝又メンツなし。はい、さあこの1局、まあ、親の大輔、そしてこちらの柴田、ああこのカウマンがこれはいいですね。しごろの3色丸見えです。圧倒的に南地柴田の手配がいいですね。圧倒的ですね。うん、ここも白統一とはいえまだかな苦しい。いや、想像の毛もいいですよ。三面ちゃん両面が残っている。第一の両面が面白かったですよね、うんうん、柴田さん、はい、持ってきたのはウーピン。どうしますか。お、ウーピンつもぎり、パーソー打ちなんかもありますよね、選択としては。パーソーはそうですね、うんうん、なんか一番広そうでしたけど、はい、ここは振り点でもないですもんね。そうです ね、ウーピンもあと、あ、これはどうしますか。ここは3ピン切ってリーチ、3色になりませんが3面チャンネルリーチ、ロー級ソーパーソーリーチ、単野を赤ドラ、こうなるんだったらなんかね、ウーピン切った方が良かったっすよね、うん、そうですね、3面ちゃん残ったんで、はい、さあ老朽層パーソー、こちらに3枚、ここにも3枚、川に1枚ありますね、うん、まあ、それでもまだまだ十分枚数は残ってると。さあこの先制リーチに立ち向かう人は出てくるか、宮内スーピンが暗になったところ、または苦しい端に寄った手配、バビア中抜き、まあ、大輔さんは9ピンとか言ってますよね、うん、そうですね、はい、どうなんですかね、親で当院局なんでなんかまっすぐ行くとかあるかもしれないですけどね、うんうん、大輔さんは、はい、さあこちら大輔の手配、うん、さあ掴んだのは9層、一旦ローピン通ったところ、中筋、あ、通ったんですね、はい、大輔さんはあのテンポが一定で、あのもう分かんないんですよ ね、はい、本当にもう結構強めなんで、いつも打敗というか、はい、はい、勢いよくバシンと切るタイプでありますよね。そう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 、普段からテンパってるのか脳天って分かって結構分かりづらいですね、うん、はい、テンポ一定といえばこっちの勝又もテンポ一定ですよ ね、 あ、すね、まあ皆さん基本そうですね、うん、やっぱ一定のリズムで打たれた、あ、進んだが、お、シャアの統一、急走には手がかからず、急走は全然いらないですけどね。そうですよね、自分的には、はい、これ止めてます、大輔、これはもう完全なるビタ止めですか。嘘前ちょっとやっぱきついってことないですかね、白があんこになった、
大丈夫です。当たってますよ、急走は。急走立て重なりはないのか。その名字もこれでイーシャンテンですね。シャンテンだけど絶対ソーズが出ていく形、うん、さあさらにソーズの無筋を持ってきたイーソーです。ソーズの無筋3つありますね。イーソー、ウーソー、急走。ああ、急走が選ばれた。ここは柴田の上がり。リーチ、ピンフ、ドラ赤、裏も1枚乗って8000。マンガンの上がりのスタートはこちら広柴田。大輔もイーシャンテン、ソーズ、ムスジ3つある中で急走を選んで、うん、いや柴田さんのあとウーピン切りがね、ああそうですよね、はい、あれは結構面白いですね。もう一番広いのはパーソーに見えましたが、はいね、結果的にこのパーソー残したことによって3面ちゃん受け、うん、見事上がりまで結びつきました。こちら柴田、まずまずですか、はい。さあトン2局へと移っています。ドラは数走が詰まったチーピンがアンコになったところ、大好き役配初トイツドラの数層1枚、柴田は2面つあります。比較的みんな良さそうですね。そうですね、うんうん、さあ想像が伸びてきたな、こちら大好き。うちもリアンシャンテンドラ赤ある形、さあテンパイ、うん、ペイがすでに2枚切れ、ーパーピンも1枚切れだ、ま、これはちょっと難しいっすね、うん、どれを取らずにしようか。そうですね、取らずの選択になるんでしょうけど、うん、どれを切って取らずにするのか。なんか一応チーピン切りとかもね、うんうん、なくはなかったですけど、ちょっとね、まあ、6球ピン2度受けみたいな感じで、はいはい、一応イーペイコンの形は残るんで。さあ大輔ここは初をポンしていきます。イーシャンテン、うん、さあ前順テンパイ取らずをしたのはこちら勝又、ペイは並べず、本一まで行きたいんですかね大志さんは。そうですかね、いやちょっと分かんないですけど、チューンがションパイですね現状は、重なったら本一まであるのか、宮内はここで9ピンの統一に手をかけた。さあテンパイ取らず、こちらも取らずだテンパイ、はい、やっぱ現状の町が上がりづらいっていうのと、まあ、チューン重なった時の発生になるので大きいということですね、うん、まあ、もちろん上がりやすい町だったらね、うん、もちろんなんか勝又テンパイですね。役なしテンパイは関羽層。さ柴田も縦横イーシャンテン、でさあこれでテンパイですね、うん、サブローピン、ローピン場に2枚切れ、うん、ここはリーチに行きます、はい、一息ついてリーチ、リーチ赤1、3ピンだと高めイーペイコーつきます。こちらカンウソーでテンパイしている勝又役なし、うん、結構いそうですねサブロー。そうですね、バニローピンがこちらに2枚あって、あちょっと危ないかも。3ピンが選ばれた、うん、これは高めだ、うん、裏も乗りました。リーチイーペイコー赤裏12000、先ほどの8000続き、うん、今度は12000の加点は広柴田、でかいっすよ、大きいスタートですね。さあ連チャンでストン2局、1本はドラはリアンソー、柴田の手にドラのリアンソー1枚、ドイツ2組、じゃあ宮内痛い補充となりましたが、ソーズ1面ず678が見えるぞ。じゃあ勝又、うん、赤赤あってペン3万から入ったら十分か、うん、大好き今度は白があんこ、うん、今日はみんななんかハイパイがいい、いいですね、はい、ここも6、7、8見えますし、うん、勝又も赤赤勝負に行きたい。大輔は白あんこでどうしていくか、こちらも6、7、8が見えるか、うん、さあ急走があんこになったのはこちら柴田です。ドロノリアンスをどうしたいか、あのどうするかですね、はい、うん、なんとかくっつけて生かしていきたいか。ウーソーもあんこになったぞ。これでイーシャンテンですね、カンスーマンとウッパーピン、ドラが出ていく形でありますがイーシャンテンです。さあドラのリアンスをこちら勝又も持ってきた。おカンスーマンから入った、これは文句なしか、リーチに行けます、う
ドラギリ先生リーチ親の柴田です。ウーパーピン待ち、なんかすごいツボでしたね。でしたね。急走あんこ、ウーソーあんこ、カンスーマン入って、ヤンメンリーチ、うん、宮内さんが戦えるかどうか、うん、一歩進みましたね。スースーは現物がちょっと切りたくないですよね、打点の種的にも。なんか、ということでペイを統一落としして、はい、ちょっと迂回しながら打点作ろうと。あ、パーピン、こちらもシャッテンでパーピンが選ばれたと、はい、柴田の上がりリーチ連敗して2400の1本場2700。柴田が3連続で上がりを決めています。レンチャン2局3本、2本場移ります。ドラはウソ、じゃあ宮内は手配、バカズトン統一、勝俣は南車統一で、トンも重なったぞ。トンはもちもちだが、もちもち、トンはもちもちだが、ペイは大輔のところに1枚あるだけ。宮内さんからね、ちょっとトンはね出づらそうな形ありますよね。あ、これもうね、お枚数足りたんで、はい、ぼかして、あ、ペイがここに重なった。これはそうですよね。しかしシャアが出て、まあ、普通ヤクヤクホイズで十分ですね、はい、少数しの目は少しなくなりましたが、いやーこれではもう怖い仕掛けだ、うん、けどこれもうね、トンも宮城さんもう落とせないですね。あ、ペイがあんこになった。大輔、まあ、大輔の目から少数しの危険性はね、かなり減りましたね。ペイが自身のあんこになってなくなったと。宮城さんがトンが出ることもないだろうからな。うん、そうなるとさ、関数マンチール大輔、これで天敗だ。かわしに行く自身、ペイアンコ、サブロソ待ち、ペイドライチ、さあ仕掛け合戦、勝俣が2つ風呂、これは上がりましたか。うん、勝俣はまだいいシャンテン、となるとこのサブロソが強い、あっさりつも、ペイドライチ、500戦の日本版700戦200のつま上がり、なんか流局しなさそうですね、この感じですね、はい、まあ、大輔も攻めっ気がある打ち手ですから。そうですね、これはもうこの本日行われる95回戦96回戦本当にこうバチバチとぶつかり合うような展開が見えそうな、早くも迎えています。さあトーン3局に移って、宮内の4番ドラパーワン、こちら親番宮内、赤ウピンあります。薬杯白統一、うん、続いて勝又、総図で一メンツ、赤ウ漫画一枚、大輔はマンズが4連携のところ、総図でメンツができたのはこちら柴田、勝又のあの仕掛けに対して大輔はねこう対応して、そうですね、はい、かわしきりましたね。先ほどの全局、さあ白に続いて初が重なったのはこちら宮内、これはあチューンがここに来た、うん、勝又はチューンが重なりました。シャーが重なったのは大輔、初が出て、ね、動きます宮内、はい、ここは一旦ローソー、うん、何かもう一個役配重なればどっちかの本位もありますかね。どっちか本位行きたいですね。さあドラのカンパーワン引いたぞ大輔、いいシャンテンだ、カンちゃん2組のいいシャンテン、カンローピン入った、これはどうするか、これはそのままいきますね、はい、チュン重なったらでも、まあ、そっかもちもちなんですね、うん、あこれでいいですね、はい、下地球だ、はい、カンパーソロ9ピン、目いっぱいいくか、ここはいかず、チュンはまだ取っときます、うん、大輔さんもね、さっきのこういう変化があるから、あのカンリャンゾーとカンパスの選択でしっかりと、うん、カンリャンゾーを選びましたね、はい、3層をまだ残しますね、親の宮内に打ちやすいと、うん、すね、はい、もう数字ということですかね、親の。さあドラのパワーワン、おつもぎり、ちょっとやっぱりあの三元役を見てますかね、うん、はい、大輔さん9ピンのチーテンは取らなかったですね。そうですね、はい、ちょっとちょっとね、もったいないというか、カンパーソで2000点、うん、マックスハネマンまで見えますからね、はい、
これ勝間さんちょっともうなんか吐くとか抑えてますか、これ抑えて、うん、そんな雰囲気ありますよねはい、あこれは本一も一応けどやっぱそれよりもあ一歩進んだ、初はこれはポンしてる、ね、はい、うん、いいシャンテンになったところで、まあ、3人もう一歩進めば勝間探偵から白が取れるかもしれません。現状はいいシャンテン、親の捨て牌怖いっすよこれ。そうですね、うん、こちら宮内の捨て牌なんかもう結構いろんな色がね、うん、余っててドラム紡いられたんでなんか色に絞ってる感じは見えませんよねこの捨て牌、うん、もう結構もうなんかそうっすね、トンが切れてて、そっか薬牌だと白とチューン、そう大好きもこれでやや受けたか、急走打ち、これはあ差し子になった、うん、感動装置で、これはシャーバックの天敗ですね。これはまあいいとこ泣けましたね。シャーは1枚切れか、はい、あロース入ってましたね、だけど無理だよ。さあ大輔は3900の天敗、うん、シャーは場に1枚切れ、パーピンは？パーピン。ああ。最終テラス1ピン。はい。ミエさんもちょっとチューンがちょっと切りづらくなっちゃってるかもしれないですね。そうですね。こちら宮内。さ勝又もこの大輔の仕掛けに対応している。さあイーソー？イーソーはションパイ？あ、1枚切れか。いや自身で1枚切っている、1枚切れの、はい。少し考えましたか、ここはつもぎっていく、うん、宮内さんもうスッチマンがあんまないのかもうああそうですね、スッチマンまだあるな、まだでもありますか、あ、ハクなくなった、宮内さん欲しいハク、そうですね、しかも地位でこれ流れましたね、うん、何もない、うん。となると宮内のテンパイ厳しいか、スッチマンから入ればドラはもういった、ドラ行きましたね、来ましたね、結構怖いところですけどね、なんか間4件で、はい、一応ローワン自分の目かワンチャンスってあるのか、テンパった、おー、ハクとナのシャンポン、はい、あこれさあチューンが出て、カズマとテンパイだ、関数マン、さあパーピン、これは上がれない、大輔、おー面白い、宮内さん流れないんですよね、うん、そうですね、白はない、ナンが柴田の手に1枚あって、何持ってきた、ウーピン、バニ1枚切れ、ないですね、これで流局、うーん、宮内勝又大輔の3人天敗で流局、勝又もなんとか粘り切って天敗取れました、あの白をね、はい、抑え切って重ねて、うん、そしてチューンが泣けて天敗と、勝間さんっぽい感じの、はい、一曲でしたね。さあドラは9万、宮内の手配にドラの9万統一です、こちらやっと整ってるぞ、そうず2面だった、勝間ともいいぞ、こちらさあトン3曲1本場、ドラは9万、じゃあ柴田手配は自家勢ペー統一で、統一が3組あったか、ペイが出て柴田動きます、これでイーシャンテン、地層とシャンポの形、まあ、マンズが伸びればねペンチス払えていい形になるんで、うん、比較的泣きやすい、あこれは食い伸ばしはせず、あイースーマンがちょっとあれか薄いんですね、そうですね、イースーマンが薄い、さあここでもペンチス払いましたね、うん、いいと思います、はい、さ
柴田全獣数ピンを持ってきたところでペンチーソーを払っていきます。苦しいターツを払っていった近瀬ペン、うわペンチーマンが入った数また、ここは両面選択、これはいいとこ。9ピンが1枚切れ、うん、まあピンズのどちらかになりそうですか。そうですね、ピンズのどちらか、どういう、一応ねこうしておくと差し子の変化とかもあったりして、うん、さあこれでイーシャンテン、うん、ソーズの両面を固定、6球ピンは結構薄かったですね。はい。選択はなんか正解しそうな。わあ、差し込みになりそう。これは来た。単品3色が見えてきた。さっきあれか。9番ドラ。9番ドラですね。すみません。まあ、ドラか単品3色かですね。うん、おー、チーテンだ。辛い、これはチーテンですよ。2000点でよしと、はえー、さあ勝俣天杯はリャンピン待ち、これは辛いっすね。ですね、はい、サブロッソがちょっと良くない、自身の目からは3枚目ですだね、サムプロー。そう、柴田さんの資格がやっぱ影響してるんですかね。うん、さあ天杯や柴田リャンウソ3色もついた、うんうん、リャンウソでも薄いか、ここにリャンウソ4枚の仕掛けに1枚、ここにも1枚ある、残り山に2枚か、1枚ずつ。さあ宮地もドラドラいいシャンテン、トマトリャムピンが強いか。さあシャアが出て、ダイス動きます。シャアのポン、うん、ここはカンパーピン払っていった。リャムピンは5枚です。あ、リャムピン掴んだ柴田、ここは勝俣の上がり、タンヤを赤1、2000点の1本場2300。いや勝俣この仕掛けの判断が、まあ、上がりまで結びつきましたが、かなりクレバーな選択でしたね。クレバーすぎますですね、はい、さすが。さあその勝俣の親番白眼をですね、ローソーが4枚目ができた、4枚目を積もってきました。大吉もピンズが多いのこちら大助、しかしパーソーがあんこでした。こちらは柴田役配チューン統一、そして宮内ドラのイーマンが1枚、パーピンがあんこ、リャンソーもあんこになった勝俣、なんだか面白い手配だ。すごいですね。さあ勝俣この手がどうなるか、白はあんこになった、これはやばい、感しますか。いやどうすかね、ローソーにくっついても3個一応ありますけどね、っていうことですかね。一旦まずはここは保留と、はい、これやばくないですか。2もいやそうですよどうなってんすか。モミガン次なんか、あーローは1個ずれてたら大変なことだった。何引く、シャー、これ自信で切っている。いや勝俣の手がどうなるか、まあ本当は勘したいんですけどね、数アンコ狙うならすよ。そうですね、はい、しかしこれローソクつきも、はい、いやそれ、いやいやいや痛い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 、ランマンク痛いけどね、まあこうしちゃいますよ。まあローソクつきのね、白3アンコ偉いすぎますからね。白3アンコでもうね、これ9600ですか。いや何も切ってる、自信で切ってる。いやー川に統一が3組並んだ勝俣、確かにしかし手の内はあんこ3つありますから、うん、すごい、なんすごいですね。なんか統一はって言うんですかこれは。あれ何だ、まずまずまず、あーこれは勘、まあまあまあ、一旦勘ですね。そうですね、はい、ローソーのあんかん勝俣です。ローマン、うわー、ローマンがあんこに、ここは急走は、しかし場に2枚切れ、うん、あーリーチ来た、これ勝つもっと危ない。あ、いや振り点、あ本当だ、6球も振り点だ、振り点リーチャー大輔リーチイペーコ、これ6球も振り点だ、これ勝つもっとローマン助かってる。あれ何、マンズ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 6球マン、いやいや9万では3切れだ、白切りリーチもありますね、はい、これはクレバー、うん、いや先ほどあの2000点のテンパイ取った勝又ならある、いや全然あるんじゃないですか、むしろ
自身ドロドロですからね。打点は十分。はい、打点は十分。うわー、ハク触ってる。うわー。打点は十分なんで。さかつまと追っかけリーチアスチーマン。リーチドロドロ。大好きは振り手の6球満。なんすよね。おー、いや、一発もうこれはお見事。ん、うわー、浦さん乗って8000オールだ。リーチ一発もドラドラ、浦さんは8000オール。これはお見事、勝又健二最短で上がりでした。上がりでしたね、はい、最短で8000オールです。いや、いろんなありましたよ、選択が。いやいや、いろんなね、いろんな分かれ道が。人によってはなんかスーアンコテンパイでリーチしてる人も、ね、はい、いますからね、多分。それがね、上がりに結びついてたかどうかはちょっと現状わからないですから。しかし今残ってるのは勝又に8000オールの上がりがあったと。なんということでしょう。8000オールはね、だいぶでかいっすね。でかいですね、はい、やっぱ。さあ、勝又の強烈な8000オールが決まって、レンチャントン、トン4局1本バドラはペイ。そのドラのペイが統一、こちら柴田たちもいいです。続いて宮内、これでかなりいい乱射点。勝又は赤が2枚あります。さあ、これでいいシャンテン、いつかローソーくっつき。さあ、柴田どうなる。さあ、宮内もこれでいいシャンテン、両面両面。柴田にテンパイ入らない。宮内はどうだ。テンパイ入った。先制リーチャー宮内、ウッパーピン待ち。さあ、ウーパーピー待ち、次に打つ柴田、想像にくっついたら宝珠。あら、ああ3層あるセーフ、プッシュといきます。3層勝間さんも一応行ってますね。行ってますね。まあ、安牌もないのか。ああ、想像にくっついた。これはリーチするかどうかですか。リーチに行きますが、このウーピンは宮内のあたり、はい、リーチ1300の1本場1600。そこは先制リーチの宮内が勝った。さあ、95回戦乱入します。大輔の親番、ドラは3ピン、シャーガンコー、ソーズで1メンツ、続いて柴田、赤ウピン使ってメンツがあります。こちら宮内、ワンズでリャンマンガンコーで1メンツ、続いて勝又、まずで一面つできたところ。さあ、トンバが終わって苦しい立場にあるのは大輔、そして宮内となっていますが、うんうん、かなりね、上下離れた展開になっています。勝又が大きく抜けて5万点、続いて柴田が3万点、そして大輔が現状8900点持ちと。親番1回でほんとひっくり返っちゃうんで、うん、まあ、先ほどの8000オールがあったように、そうそう、全員にそのチャンスがありますからね。大地さん、まあね、2着とかは全然もうね、6000オール引いちゃえば、うんうん、はい、って感じだし。さあ、大輔、これでイーシャンテン、カンウマンとウッパーピン。さあ、ピンズの一気通過が見えるのこっち柴田、ここダブナ打っていきます、はい。宮内も単野受けを目指していく。さあ、ドラ受けができたのはこちら勝又。さあ、カンチーピン入ってテンパイは勝又です。ドラのカンサンピン待ち、はい、いやー、いい、うまいことね、うんですね。ひょっこりもありました、これありますよ。換算ピンは3枚山。おお。あ、これちょっと選択。あ、まあそうですよね。換ウピンに持ち替え。さすがに換算ピンだ。
厳しいかと、まあ、上がりやすさが全然違いますからね。うん、しかし枚数は減ってしまいました。2枚はまあ1枚減って、まあけど出上がりのしやすさとかはね、そうですね、ウーピーの方があると思うし。あ、打点アップ赤になりました。しごろもついちゃったりしたら大変ですね。大変ですよ。さあ宮内もこれでかなり地位しようとしてましたよね。並び変えてましたね、はい、並びね変えてね。さあ勝つまったここは食い逃した。あー、ウピー積もってた。くー、大好きなリーチはカンウーマン。いやー、勝又の欲しかったウーピンを持ってきてリーチ。いや、宮内もこれで広いシャンテンだ。勝又はパーソー現物ますよ多分これ。パーピンやっぱ、ね、よいいと思って仕掛けてるのもあると思いますよ、うん、実際パーピンはいいですよ、ね、3枚いますから。いや、自分で1枚は使ってる。そうですね、そうそうっていうのもあると思いますけどね。勝又は山に3枚のウーパーピン待ち、うん、カンウーマンは山に1枚ですか。しかしまあ宮内これが ね、入り方によってはちょっと、あ、これでどうしましょう。うん、ヤンビン振り点なんですよね。ヤンビン、そうですね、自身で切っている、はい、まあ、しかしここは一旦3万と。じゃあ結構押してますね、3万って。そうですね、一応なんか想像は切れますもんね。あ、さあ、うん、ウーマンここに切った。これでな、山からなくなりました。あ、これは危ないか、これは大丈夫か、どうする。いやけウーマンはねちょっときついっすね。きついですよね、うん、じゃあ何で行くのか。あ、ここでやめだ、うん、絶対です宮内。まあ、いい判断じゃないですか。うん、そうですね、タイミング的にはバッチシといったところか。さあカンウーマンが山からなくなって、まだいますもんね、ウッパピンがいます。まだウーピン1のパーピン2ですね。うん、で振り点だし、アンパイがないですか。アンパイないですね。あ、ローソーね、ローソー、うん、パーピン掴んだ。ここは勝又の上がり。タイヤはカーカー3900、うん、勝又もお見事な選択でした。この振り伸ばし、うん、さあ大輔の親番が終わりました。何2局へと移ります。柴田の親番ドラはパーワン。柴田さんなんかおとなしかったっすよね。そうですね、はい、親番をしてからで、またこの再びこの自身の親番で。いや、しかし勝つまたりめちゃくちゃ良くなかったですか。差し子めちゃくちゃ見えてましたよね。差し子見えてる。さあリャンマーン、ここじゃ親番柴田。いや、じゃあドラドラ。いいパーピン来ましたね。来ましたね。こちら勝又がかなりチャンス手に見えます。うん、またなんか仕掛けますかね。うん、はい。まあ、展望の余裕もありますし、これはかなり、まあ、打点的にもね、うん、十分ですよね。3色もつけば満貫まである形だし、うん、さあ勝つまたドラのパワーはつもぎり。さあ宮内がポンしましたね。そう、トイズでしたもんね。さあドラのパワーポンはこちら宮内。さあドラをつもぎってきた勝又、そしてドラポンの宮内がいる状況、うんうん、さあ一歩前進してばった。これでいいシャンテン。宮内も進んだ。これでいいシャンテン、うんうんうん、勝又さん的にはね、別に宮内さんが上がってもらってもいいですからね、うんうん、これで両面両面にするか。うん、ドラのパワーはないけど1枚、まあ1枚あるか。
さあ宮内ここは片受けの形ですよね。ツーピンで役をつく形でしたが、もう単位は確定しましたね。はい、あースーピ ピン無理だね。うん、しかしこれでポンができるようになった。乱走重なり、さあ勝俣ここで単位に移行していきます。トーンの統一に手をかけた。目いっぱい持つか、ここは目いっぱい、うん、さあ勝俣もこれでイーシャンテン。選択パーソーつもぎり、1枚切れ、はい、さあ宮内どうだ。勝間さん、まあ、仕掛けれるとか全部ね、うん、仕掛けますし、はい、まあ、やっぱこの柴田さん親番をやっぱどうしてもね落とすの大事ですよね、うん、小さあんこになって転敗。リーチに行きます。柴田、ね、ウーパーワン待ち。高めのドラのパワーワンはポンされていますがまだある。さあカウンソー入って転敗は宮内。カンローマン待ち、ワンローマンは1枚ですね。あ、柴田さん1枚ですか、はい。一方ウーパーワンはどうしよう。パワーワン1枚のウーマンも1枚か。あ、ウーマンはないですか。あ、ウーマンない、ウーマンないですね。パワーワン1枚ですね。ドラのパワーワンが1枚、1対1。枚数は互角。じゃあパワーワン持ってきたらチャンカンですか。チャンカンですね。はい、リーチチャンカンドラ1、リーチチャンカンドラ1。宮内スーピンチーピンどちらも現物。勝俣はすでに対応しています。大輔も同じか。しかしこれ嘘ですね、持ってきた牌。あ、パソか、失礼いたしました。うーん、切る牌はあるか。理想が切れる、うん、お、危ない。ローマン、これでローマンがなくなった、はい、そうっすね。どうしましょうこれ。どうするか。宮内さん最終手出しは数層、これで受けましたか。リャンピンでリャンピンはそうっすね、当たんないですね。短期にしか、うん、あ、短期もないわ。お、ウーピンポンは勝又粘ろうというのか、初チューンは打てるか、うんうん。さあ宮内の観浪マンは山からなくなった。あとはパワーワンが1枚山にあります。初もこれで出る。勝俣、ね、テンパイがあるぞ、あるぞ。うーん、チーピンは、ね、あ、パワーワンもなくなった。あら、じゃあ痛み分けですね。これが入って流局となりました。親番柴田、そして仕掛けた宮内の2人テンパイで流局、うん。柴田さん親がね、あの続けられたのでかいっすよ、うん、そうですね、はい。ただなんとか連チャンに成功しました。何曲一本ば、ドラはパワーピン整ってますよ。カンサンマンから入った、うん、3面座っていいシャンテンでしたね。めちゃくちゃいいっすね。次で大輔役配置の統一、うん、いいシャンテンだ。見さしリャンシャンテンか、いや、いやイーシャンテンか。ジャン島がないイーシャンテンですね。そうですね。で3ピンのさあチューンが出て大輔動きます。チューンのポン結構まだ遠いですね。遠いですね。あら、あ、ドラ重なった。地味に難しいというか、どうしますか。まあ、インピン切っ
ってるから ね, 1ピン来てますねけど1ピン、うん、ここはドラジャントを一旦固定して、はい、柴田さんはなんかこれ切りそうでした。まあ、一番手広いのはね、あの3ピンなんですよね。3ピンですか、はい、手広いというか、なんかあの後継リーチが打てるのは3ピン、うん、自身でね。うわー、フルテン残って、ここはしかしリーチに行きますか。フルテン上等、そうですよね。ここはフルテンですが、リーチに行きます。はい、いいスーピン待ち、6山。うわー、しかもスーピン4枚いません。そうですね、これなんかすごい8000オール出ますね。上がれそうな気もする。3、4、3色いつもドラドラ裏が乗って8000オール、また8000オールですか。ありますよ。ありますね。一発なら8000オール、一発もある。うわー、いやー、1ピン一発も、そっちの一発、まあ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 、あー、あー、裏ね、うん、リーチ一発もドラドラ裏1枚のは6000オールの一本バー、6100オール。いやー、お見事、お見事ですね。うん、3ピン残しが、やっぱね、なんかあのフリテンになるのが嫌で、ちょっとなんかね、ね、あですよね、3ピンを切りたくなっちゃうんですけど、僕なんかはちっちゃいんで、やっぱ次からはやっぱチーピン切ります。はい、フリテンなど積もれば大丈夫なんだよ。そうさあ、柴田の6000オールでこれで逆転です。トップ目すごいですね。すごいですね。2人の上がりがやばい。はい、本場の4番で勝俣が8000オールとくれば、うん、こちらを柴田は難波で6000オールだ。17期が大暴れ。柴田さん親でしか上がってない気がする。確かにそうですね。本場の4番と難波の4番だけで51400点です。あ、だから本場で上がったか。大地さんから。あ、そうですね。ほとんどけど親ですね。さあ、ドラウピン。さあ、こちら柴田またいいぞ、形は十分、うん、勝又もゴツゴツしている。リャンシャンテン大好きもこれでいいシャンテンになりました。さあ、リャンマン重なって、なんだか暗黒に見えるような手配は柴田。カンチーマン入って、これでイーシャンテンポンテンかかる形、うん、はい。まあ、勝俣さんもね、ビサなんで、うん、はい、うん、どうしますか。ちょっと難しいけど、ハクハクで単、ね、はいはい、をつけてドラも使おうと。う、ね、打点ですよ、うん、はい、麻雀は。そうですね、先ほどのね、はい、さあ、ここは9ピン受けも残します。周りからすると嫌ですね。嫌ですね。ハクハク。あ、勝間さんは三蔵先に切りましたね。もうここは、はい、危ないと。そういうのはもうあの人一倍敏感というか、もう察知する能力は長けてると思うんで、先にもう三蔵打って相当両面固定して打ちやすいトーンを残しました、うん、勝間。柴田さん9ピン3枚切れたから、あ、これで4枚目、4枚目が切れた。これでもうもう完了ピンで、はい、先にも切っちゃいますか。そうですね。うん、勝俣もなかなか初が出ない。初は、あ、宮内さん持ってるんですね。なるほど、絞ってるんだ、うん、最後になった。テンパイまで出ませんね、うん、さあ、ここで完全安牌の白と入れ替え。大好きもこれいいシャンテンですから。そうですね、まあ、この宮内さんのなんか初の切り時でなんか結構この曲はね勝負を分けそうですね。うん、なんかもう現状でも結構変わってるというか、うんうん、人によったらなんかあの安牌の残して初切る人もいるでしょうから、うんうん、そうはしなかったから。あー、先にテンパイが入ったのは柴田だ。カンローピン待ち、タンヤドレイチ、うん、さあ、初が出て、そうですね、初はね、ハクハクだから打ちやすいですよね、うん、勝俣のテンパイ、イースーソー、うん、イースーソーは現物待ち、親の柴田の。おー、わー、ドラ重なった、打点アップ、ウーピンリャンマンのシャンポンに変わった待ち。
リャンマンはない。ウーピンはありますね、1枚だけある。あーこれは大好き、危ないんじゃないか。ペンサンマン払っていくとちょっと危ないか。危ないですね、リャンマンが自順。確かに危ないね。まあリャンワンかスーソーどっちか危ない、どっちかね、うん、切らないと。どっちも補充じゃないですか。そうそうそうなんですよ。リャンマン重なってウーソーとかっていう超ミラクルがないと。あ町はイースーチーム、あこれは買えるかも。 E マンがもうすでに3枚見えてる。あけどまあ買えず、 C1 もけど C12 枚見えか。お買えなかったっすね。でしたね、はい。いや大好き、危ない、まだ。いや危ないっすよ、これ今3ピン切ってますね。すごい、初自身でポンしている。はい、関すると柴田さんの配手はなくなる。関しますか。関しました、はい。シンドラリアンソー、あ、イーソーがそこに見えちゃった。ドラ1個乗ったがあんまり嬉しくはないか、勝又。パワー、パワーも切ってる。ギリギリのところ渡ってますね。大抵なら切らないかもしれないですね、リャンワンは、うんうん、普通にあの勝又さんに対しては危ないんで。さあこれが入って、大好き、これ、あ、うん、ここでウーピンになりましたか。はい、いっぱい切って、これで流局。うんうん、柴田そして勝又の2人転敗で流局。そう、大好き明るさ手を見てヤンマンもスーソーも当たってるじゃないかと、うんうん、さあ柴田の連チャン続きます。何局、3本バードラーペイ。さあ大吉もで役牌ハが重なったピンズでいいペイ光景が見える。続いて宮内、想像が多いこちらの形。勝又はバカ全なん統一、ピンズで一メンツ。続いて大輔、赤ピンぶっ込みでメンツが完成したところ、ペンサンマンが入ったぞ。柴田ちゃんたか、ちゃんたっすね、赤ありであまり見ない。さあ妙兆候でピンズメンツ完成。ドラヒコ支配のシャーが重なったのは大輔、すでに2枚切れています。んうーん、こうなるとちゃんたもないか。赤ポンして連チャンもあるか。100ポン、そうっすね、うん、何がいいか。リャンゾーは切らなそうな気がする。パワーワンつもぎり、宮内もこれいいシャンテン、春に受けが広くなった。ドラのペーつもぎっていきます。勝又ヤンピン重なった、これでいいシャンテン。まあハックはポンですかね、うんうん、ポンテンで、まあシャンポンですか、うん、結構上がれそうっすよね、シャンポンで。ピンポンの後付けはせず、あ、まあ、チーピンから入った。あ、すごいこれ、バスハイのチーピン。さあ両ピン白のシャンポンリーチは親番柴田です。リーチいいペーコ、いやー両ピン1枚の白2枚、白はどうすかね。宮内さんとかちょっと危ないですかね、うん、この形ですからね。白以外に打つ牌が、まあ、現物抜けばあるんですけど、その後手を壊してしまう。うん、大輔は受けましたね。大輔さんはもう完全に受けてます。大輔さんは多分出なそう。まあこれは3ワンは、はい、大輔は数ワンと。勝又さんはどうだろうな、白。ダイレクトの筋ですね。うん、もうやめますか。やめましたね。勝又この形ですね。まちょっと、あ、いや、アンピン積も。そっちを積も。浦さんだ。やばい。
リーチツモイーペイコーラさんは6000オール6300オール。今日よく裏乗りますね。乗りますね。こんなあんま乗らなそうな形なのに、ね、しかも両ピンで3枚ですよ、はいはい、いやー嬉しい。これで大きく突き放しながら柴田、そうっすね、これは結構、いやしかもトンワンコですよ、このハイパイ、なんてハイパイだ、ハイパイこれ、またやばい、マンズのホイツ一直線ですよこれ、うん、さあ南三局4本馬ドラは数走、いや親番柴田が止まらないぞこれ。こんなに高打点が出るの珍しいっすよね。ですね、あんまりあんまないよ。いやこね、さすがにこう赤もあって打点が高くなるルールとはいえ、こんなにこう親番で6000オールだ、ね、バンバン飛び出してくるのはね、はい、なかなか見ないですから。うーん、いやまた来ますよ、いいシャンテンですね、はい、しまった、大いついいシャンテン、カンリアンマン、カンチーマン、うーん、泣くかどうかですね。9万、あ、いつもついちゃう、9万ヤンマンは場に1枚切れ、はい、ヤンマンちょっと出そうな気もするんだけど、さん大好きですね、いや勝本もいいぞですね、いい形、いいシャンテは取らなかったですね、はい、ゾンさんは、まあ、大体2万5000点差ぐらいですか、まあ、まあ、上番ありますから、そうですね、あ、もうこれどうするか、想像固定と、うん、あ、りゃ、あ、お、チュンか、お、チュン、チュンが、あ、チュンをポンで、ポンテンだ、ね、はい、約1個本一1万2000、うん、ペンチは待ち、ペンチマンは山に2枚、勝間さん何を引くかですね、あー、カンチーピン、ね、まあ、テンパイ取りますか、す、ね、まあ、一番いいのは差し子だったんですけどね。さあ勝俣にテンパイ入ってます、カンチーピン待ち、タンヤオ、ドラーカ、もうカンチーピンいいですよ、4枚いません、あ、ここにようやく1枚来た、3枚いましたね、あ、じゃあ今4枚いたか、うん、そっかそっか、3枚、手出しするか、まあそうね、いろいろ変化があるんで、ね、こうしとくと、ペンチーマンからカンチーマンに変わった形、うん、枚数差に、あー、チーピン掴んだ、ここが勝俣の上がり、うん、タンヤオドラーカー5200の4本馬6400、直撃は大きいぞ勝俣、直撃大きいっすよ、テンパイ取ったのが良かったですね、ですね、さあ柴田の親番、長かった親番が終わりました、南三局へと移ります、ドラは急走、いやここまで17期の2人にいいようにやられている宮内、この親番なんとかしたい、ドラの急走1枚、続いて勝俣はこちらドラの急走1枚でメンツありません、統一が多かったか、大輔は南平統一、しまった、今度は想像の一気通過が見える、うん、いいシャンテン、ちゃんとない形のいいシャンテンでしたね、うん、おー、テンパイだ、うん、ここは一旦ドラの急走短期、まあ、かわしでいいっすかね、うん、でそうですね、何か役つく形のテンパイになれば闇テンで、あ、これでよしと、いい数層に変化、宮内さん危ない数層、危ない数層が、まあ、待ち変わるっちゃ変わるんでね、島さんまだそうですね、あ、でも変わりづらいなこれ、そうですね、他になんか、あ、あ、もう危ない、そうだよね、あっさり縛ったピン不戦点、宮内の親番サクッと終わらされました、無情すぎる、そしてオーラス、はい、勝俣の野蛮です、ドラはチーマン、いや本当にこう何もやらせてもらえませんね、宮内と大輔は、きつすぎますね、きつすぎますね、そんななんかでかい報酬もしてないのに、うん、1万5千点差ですか、勝俣さんは、そうですね、現状勝俣と
柴田の差ですね。14,900差。大輔さんと宮内さん。宮内は5,900ですか。うん、まあ、宮内さんもあの3着を死守ですね。うん、はい、まあ満願ですか。まあ1,3,2,6ですかね。うんうん、1,3,2,6か満願か。出上がりなら満願ですよ。チート率になりそうですかね。大輔こちら続いて柴田、こちら役配チューンが重なっています。これが受ければかなり早いで、はい、チューンが余っている。おお、まだ出ない、切らない。またあと足りたのか。大輔は面本チート率だ。ここで出た、うん、柴田動きます。チュンのポン、形決めてパーピンか。お、まだチパーピン残す、うん、パーピン打ちやすいですかね。自身からチーピン3枚見えている。まあ、あと6球ピンいた時のね、うん、あのさらに手広さが違うと、はい、おお、いいシャンテンだ。メンホンチートイツ、お、勝本も来た。パワーポンした勝又天杯は官老マン、うんうん、ドラ票受けですが官老マン持ち天杯。官老マンは1枚2枚ドラ票に1枚残り山に1枚ですね。1枚大好きはどうだ。なん違う、うん、選択数ピン2枚見え、9ピンも2枚見え、どうするか。2ピン打ちたいような気もするけど、パーピン、パーピン打ち安全度っすかね。まあ、数ピン数ピンだから、まあ、2ピンは一応シャンポンがあるのか。なんか手張った。え、トンとペイどっち。トンは2枚切れ、2枚切れ、ペイはションパイ、ペイはションパイ、ションパイか地獄か。地獄短期ペイはね前夜もらったんですよこれ。あ、天杯だ。おいい数ピン、地獄短期の天杯は大輔、うん、トン短期面本チートイツ、これ上がれば、あ、数ピン、あ、数ピンだ。おお、すごい選択バッチリ。柴田ここはお見事、いい数ピンの方、ね、チュンドラ1位2000点。ここは柴田自力で上がってトップを確保。さあ95回戦終了としました。トップから広柴田、続いて2着に勝又健二、3着に宮内梢、そして4着に鈴木大輔。以上の並びで95回戦が終了としました。この後は96回戦です。